にゃん、みゅん、にゃん、みゅん、きたにゃ、みゅん。こんにちは、エルビルです。みゅん、メンバーの仲間くんの、はい、飲み友達のシラピーさんから、僕の飲み友達でもあるんですけど、はい、そう、シラピーさんから、はい、なんかいきなり電話かかってきて、うん、ちょっと音ゲーの曲作ってみない、はい、っていうのがきっかけです。びっくりにゃん、にゃん。エルビスはゲームが大好きなんですけど、あの音ゲーの曲っていうのは今まで一回も作ったことがなかったので、ね、すごい嬉しかったんで、かつイメージソングということで、ね、そうだね、光栄極まりない。音楽がメインの、はい、今までそう BGM だったけれども、うん、音ゲーって音楽がメインだからね、嬉しかったです。にゃーん、にゅん、にゃん。まあ音楽がメインのゲームなので、しかもオリジナル曲なので、初めてその曲、僕たちの曲を選んでくれても、初見ですぐメロディーとかリズムとかが頭に入るようなキャッチーな、ものになるように気をつけて作りました。さすがにゃん、イケイケニュー、にゃーん。キュービーミュージックいきます。これか、私はあんまり実は音ゲーが得意じゃなくて、うん、音楽やってるのに、うん、でも、まあ、まずエピリスの曲はちょっとあの初心者向けに作ってあるっていうのもあるんですけど、結構ね楽しく、そうだね、リズムが取りやすかったね、うん、あとやっぱね、こう打つっていうのが気持ちいいよね、うん、ああそうそうそう、そうね、それはやっぱね、なんか今までにない感じなんで、すごい楽しかったんで、あとこれをなんか上にこうやって上げるのがあるんですけど、そうそうそう、これ気持ちいいの、これは僕が上に向けて打つアクションを入れてくださいってお願いして、ちょっと多めに入れてもらっちゃいました。だから逆にちょっとそこで難易度上がっちゃったかもね。びっくりにゃ、あ、ドラム。音ゲーはやっぱドラムが上手くないといけないと思うんですけど、ちょっと納得いかなかった。それはやってきちゃった。今度やり込んで完璧にしたいと思います。なんか 2,3 回やったら結構8割はいける感じに、はい、あーなるほどね、はい、でももっと難しい曲もあるから、それでしょ、そうで、難しいはもうちょっとやったりとかも、難しい曲挑戦したいですね。頑張りにゃ、難しいバージョン、うん、そうっすね。エプリルズの曲は初心者でも楽しくできるように作ったので、ぜひ1曲目に
僕たちの曲を選んでもらって、はい、多分1曲目に選んでも割とやりやすく作られているので、はい、ぜひぜひ挑戦してさすがにゃん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあエプリルブでした。